ちょっとお姉さん、ちゃんと待って。お父さん、みんなに認知症だと思われているおじいちゃん。お父さん、もう無理だよ、施設入れた方がいいって。けど、実はあなたは認知症じゃない。気づいてあげられなくてごめんね。気づかなくてごめんね。 YouTube で公開中。